この動画では Google ドキュメントのファイルを新しく作成し Google ドキュメントの基本的な操作を体験していきます Google ドライブの MyDrive の中に初めての Google アプリというフォルダを作成しその中に初めての Google ドキュメントというフォルダを作成し初めての Google ドキュメントというフォルダの中に新しく Google ドキュメントのファイルを作成しファイル名を設定します ファイルを作成したいフォルダーの階層にアクセスし、画面左上にある新規をクリック、Google ドキュメントをクリックすると、無題のドキュメントというファイル名の Google ドキュメントのファイルが作成されます。Google ドキュメントや様々なソフトで新しくファイルを作成するとき、最初にファイル名を変更しましょう。ファイル名を無題のドキュメント のままにして資料の作成を開始するとその資料を共有された人にとってその資料はどのような目的でどのような内容が入力されているのかがわからないものとなります資料を作成したその時点でその資料はどのような目的のものかがわかりやすいファイル名に変更しましょうここでは初めての Google ドキュメントというファイル名に変更しますファイル名の変更や 本文へのの入力や書式の設定変更など、ファイルへの変更はすぐに自動的に保存されます。この自動保存機能によりファイルを保存しないで長い間放置していたらパソコンの電源が切れてしまった長時間やってた作業が全部無駄になったという悲劇は起こらなくなります。またデータを保存していたパソコンや USB メモリーを持ってくるのを忘れてしまった という惨劇も起こらなくなります。ファイルの作成や保存ができたら Google ドキュメントを使って入力を行う操作を体験してみましょう。Google ドキュメントやたくさんの Google アプリは共同編集ができるソフトです。ここで Google ドキュメントで共同編集をしたときにどのように動作するのかを体験してみましょう。Google ドキュメントのファイルを開いているブラウザーのタブを複製して パソコンの左右に半分ずつになるよう並べてみましょう。この動画では、Google Chrome というブラウザを使って操作をしています。初めての Google ドキュメントというファイルを開いているブラウザのタブを右クリック。タブを複製をクリックします。すると、一つのブラウザに複数のタブが表示されます。 複製されたタブをドラッグドロップして下の方に移動し、ブラウザのサイズを画面半分になるよう左右を調整して上下にいっぱいになるようにしましょう。そして左右に2枚編集している画面が並ぶように配置しましょう。この左側のブラウザでは共同編集者の別の人のパソコンでアクセスしているということを想像してみてください。 右側では自分が操作をしていると想像してみてください。これから行う共同編集の操作の体験はスマートフォンアプリの Google Drive と Google Document をインストールして自分の Google アカウントでスマートフォンアプリからログインし同じファイルを開くことでも体験できます。右側のブラウザで本文に初めての Google ドキュメントと入力しましょう。 画面右側の Google ドキュメントの編集画面で本文内に初めての Google ドキュメントと入力してみると入力しているその瞬間に画面左側の Google ドキュメントの画面にも右側の入力内容が反映されていることがわかります。これは同じパソコン内で同じブラウザで操作しているからということではなく他の人のパソコンであったとしてもそれが Windows であっても Mac であったとしても、Chromebook であったとしても、使用しているブラウザが Chrome であっても、Safari であっても、あるいはスマートフォンであっても、リアルタイムに編集内容を見ることができます。今度は左側の画面から操作をしてみましょう。右側の画面からの入力で、入力された内容である、初めての Google ドキュメントという範囲をドラッグドロップで指定します。 画面上の方にある標準テキストと書いているテキストのスタイルをクリックします。タイトルをクリックすると指定した範囲の文字がタイトルの書式として強調されます。左側のブラウザで行った操作は先ほどと同じように右側のブラウザにも同じように同時に反映されます。引き続き左側のブラウザでテキストのサイズ、 をククリックしししてて18に変更してみましょう。するとどちらの画面でも文字の大きさが18ポイントに変更されます続いて文字の水平方向の配置を中央揃えにしてみましょうもう一度右側のブラウザでの操作を行います作成者作成日を入力して文字の水平方向の配置を 右揃えにしましょう。作成者、コロンと入力してご自身のお名前を入力してみてください。作成日、コロンと入力し、Windows や Mac のパソコンで今日と入力し、キーボードで下方向の矢印を何度か押すと、操作している日の日付が自動的に入力されます。このように共有した相手と一緒に 同時に最新の内容を表示することができるのが Google ドキュメントの特徴であり強みでもあります。これ以降の動画では Google ドキュメントの機能を大きな画面で体験していきます。左右どちらかのブラウザを閉じて残った方のブラウザを最大化して大きく Google ドキュメントの画面を表示しましょう。